あんまりキッカーズっていう私もデビュー作になそのレギュラーが決まった時に1年ちょっとあったんだけど、はい、途中くらいまで私の中でちょっと声優なんてってっっいうののはあったの私は声優を目指してないと、はい、いずれ舞台行きたいと思ってたんだけどやっぱり先輩方もうまいし、はい、でそこであ本当は声優じゃなくてって言ってる自分にうん、うん、あれ嫌だけどって思うのがあった この声優なんてって言ってる自分がじゃあ舞台に行けたとして、うん、大した役者になれないな。だけ今じゃあ声優ってお仕事頂けてるんだから、うん、ここで名前をはせられないぐらいだったらうん、うん、舞台に行っても名前なんかはせられないと。てっぺん取ってみようかみたいな。だって目標はさおっ、うん、きい方がいいじゃん。